おはよう、ナナミ。どこに行ってたんだ。20年間も俺に留守番をさせやがって。そりゃ新人には負けてられないからね。なんなら勝負する？仕方ないな。いや、そうなんだけど、前任者がろくに引き継ぎしてくれなくて。真実の教室は初投稿作でありながら僕の集大成作品なわけです。君には生徒会長が誰を後継者にするのか調べてもらいたい。今回は我が同胞が悪い。アグニ、チビどもの味方をしろ。いざ雲上警部ラグズ準備だが。山本、お前すぐ喧嘩吹っかけんのやめろ。バカに見えるから。昔超モテてたじゃん。今勤めてんのだって丸川書店で一流出版社だし。まさかソロモンの件についてはすでに手を打ってある。クーちゃんが起きたらご飯にしようって先にお風呂入ってる。そういや、七日にあれあげたのってここのお祭りの時だっけ。ただ神の光は我らの目的のために必要だと聞いていたのでな。見ればわかりますよね。僕らテニスの練習中なんですよ。止まって見えるんだよ。1ドットの動きだってわかる。止まって見えるんだ。はじめまして、本局対策一課滝沢聖堂二等捜査官です。僕のことは何も心配いらないさ。こう見えてクラスの中心人物なんだから。僕は高校デビュー早々生徒会長就任のスーパースター紅月光様のお通りか。何よこの人、超ハイスペック。